皆様こんにちは、涼子でございます。今日なんですけれども、今ご覧いただいてますネイルケアに大切な7つのことっていうのがあるんですね。で、一つ一つですね、解説した動画を12月にね、連続でちょっと投稿予定をするので、それの告知を兼ねてネイルケアをご覧いただきながら説明させていただこうかなっていうふうに思っております。私のチャンネルネイルケアの動画すごく多いんですよね。っていうのはやっぱり興味を持っていただく方っていうのがネイルケアがね、多いんですよ。で、今すごくね、お手入れをこうされたいっていう方が増えてましてね。で、何本もネイルケアの動画出してるんですけれども、なかなかね、一つ一つのこのカテゴリーの説明っていうのはね、知ってなかったと思うんですね。で、今私のお仕事はサロンでお客様をさせていただくことと、それからスクールでプロになるための授業をやったりとか、またスキルアップのね、授業をしたりっていうことをメインでやってるんですけれども、まあ、動画をこうやって配信しているのはネイルサロンに一人でも多くの方がね、来ていただけたらいいなっていうのがありますので、ちょっとこう、動画を見てセルフでやってみたり、または動画で試験を受けたりっていうふうにこうなってしまうと、ちょっとどうなのかなっていうのもあって、解説してすぐの頃に4本ぐらいね、そういうカテゴリーの動画出したことあるんですけれども、ちょっとね、音楽とかが著作権で NG になって削除してるんですね。で、今またちょっと改めてね、皆さんが興味がある内容っていうと、その一つ一つのその基本的なこと、例えば、まあ、ネイルのチャンネルもたくさんありますのでね、ある、チャンネルでは、まあ、私はこういうふうにやります、私はこういうふうにニッパーを使いますっていうような動画もありますし、あとはちょっと、プロ向けのね、スキルアップしたような動画だったりとかでね、たくさんあるので、何が良くて何が NG なのかっていうのがね、多分分からなくなってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それで一応ネイル歴がね、今年で34年に私なるんですね。なので、まあ、その知識をですね、活かせて、なおかつ皆さんが喜んでいただくってなると、やはりこう説明があるね、一つ一つのことだと思うんですね。例えば今この甘皮を押し上げるっていうとこをご覧いただいてるんですけども、なんでね、甘皮を押し上げるのかね、また余分なものをこう今から取り除いていきますけれども、なんでね、ニッパーを使うのかとか、でニッパーに関してはね、刃物を使うものはセルフでは危ないのでね、プロにやってもらった方がいいですよって、で危なくないところはご自分でもね、できると思いますっていうふうに、ずっと一貫してね、説明をさせていただいてたんですけれどもね、でも実際どういうところをどういうふうにとって、なぜこれをするのかっていうのがね、知りたいっていう方って多いと思うんですよね。なので、なんかプロ向けセルフ向けとかそういうんじゃなくて、本当に見てみたい、聞いてみたいっていう内容のものをですね、今ですね、ちょっと準備中なんですね。なんかまだ出来上がってはいないんですけれども、まあ、12月の24日、予定では24日から30日までの7日間、毎日ね、更新していこうっていうふうに思ってますので、こうやってここで告知するとね、私ちょっとね、お尻に火がつくんですね。なので、少し早いですけれどもね、ぜひぜひいろんな方にね、ご覧いただきたいなと思いまして、ちょっと早めにこの動画をアップロードさせていただこうと思いました。危なくなければね、ご自分でもやってみたいっていうのもありますよね、当然ね。それからスクールに行ってみようかなとかね、プロになってみようっていうきっかけになるかもわからないですよね。
それからセルフでね、ちょっとお家にいる時にできたらいいなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思いますよね。なのでなんかね、私の方がこうだからっていうふうにこう決めつけちゃってたようなねところもあるのかなっていうふうに思いましてね、ご覧になる方の自由だから、なんかそういうふうに思って、本当に基本的なね、例えばファイル、どんなファイルがいいとかごめんなさい、どんな種類があるとかね、なんかそういうのを一本一本説明しながらね、7本ちょっと頑張って準備いたしますので、ぜひぜひお楽しみになさってみてくださいませ。それからですね、先日ご質問いただきましてね、それもちょっと一つのきっかけではあったんですけれどもね、トップコートがねうまく塗れないので、塗り方何かコツありますかっていうご質問をいただいたんです。で、私からすると、まあカラーが難しいのはわかるんだけれども、トップコートは透明だからそんなに難しくないんじゃないっていうふうにそれこそ思い込んでいてね、でハッとしたんですね。でやっぱりちょっとしたコツもねありますし、今これ守るっていうね、爪を守るっていうところでベースコート、少しご覧いただきますけれども、これもねやっぱり量だったりとかそういったこともありますのでね。でそのご質問いただいたトップコートに関しましては、またちょっと別動画をね、今なるべく早くアップロードできるように準備中ですので、そちらもね合わせてご覧いただけると嬉しいかなっていうふうに思っております。だから皆さんの困った時にね、爪に関して困った時にもう一回見てみようかなって思えるような内容にしたいんですよね。そしてできたら、まあ保存版みたいにおっしゃっていただけたら本当にねいいなっていうふうに思いますので、ちょっと頑張ってみましょう、見ますね。さあいかがでしょうかね。ちょっとこちら のいつもさせていただいているお客様なんですけどね、ちょっと乾燥して、いらしたんですけれどもね、やっぱりこうやってネイルケアするとねすっきりいたしますよね。このね7つの感じがちょっとポイントです。よかったらぜひぜひご覧いただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様健やかでありますように。